皆さんこんにちは。本日プレイするのはこちら、世界一難しいギャルゲー。先日アンナ編をクリアさせていただきましたけども、それより前にやっていた綾野編、そちらになんと続編が追加されたと。といっても追加されたの結構前で、確か町会議のあたりだけかな。その町会議のイベントに合わせて特別編があって、多分それのことなのかな。で、右下にゆずな先生の電撃大王で今連載されてるコミック版の世界一難しいギャルゲー、こちらもよろしくと。ニコニコ映画でもね、見れるんで。じゃあこっち続編やっていくか。綾野編をプレイする。前やった通常版と続編、こっからもプレイできると。おお、なんか変わってる。アメリアとアンナがなんか可愛くなってる。まるっと。綾野もちょっと変わってるかな。それでは早速初めからやっていきましょう。基本操作いつもと一緒。使い魔の呼び出しがあるってことは、あれかな、また禁断魔法を発動させて過去に戻ってっての繰り返しかな。おじょ、危ねえ中の人の名前叫ぶとこだったわ。綾野、綾野。暗闇の中、遠くに見えた彼女に呼びかける。振り向いた彼女は僕を見て。うわあ見るなひあれ、何すか声。恐怖に顔をこわばらせた。綾野。再び名前を呼び、少しずつ綾野に近づく。彼女はその場に立ち尽くし、珍しく言葉を失っている。もう手を伸ばせば届きそうな距離に達したとき。あ、よかった、声ある。お、新しい背景だ。彼女は突然大声で叫び、森の奥深くへと走り出す。盗んだバイクで。綾野、待てよ。いや、来ないで、来ないで。行く。いくら呼びかけても、彼女が足を止めることはない。これ以上森の奥へ行ってしまっては危険だ。必死に追いかける。が、人間に合わせて運動レベルを下げている僕の体は、運動神経が人間離れしている綾野に追いつけるはずもなく、どんどん離されていく。くっ、こうなったら。あー、ない。金井美香さんのボイスない。まあ、多分、これイベントに合わせて作ったから、その、おじょぎりの方は、ね、綾野の中の人の声の方は取れたけども、さすがに金井美香さんの方は、また再びオファー出して、スケジュール取ってもらって収録っていうのは難しかったかな。つまりあれ、そう、上級編じゃなくて、アンナ編で、金井美香さんのボイスがついて、この使い魔のりんちゃん喋ってるんで、そちらを聞いてください。つまり、金井美香さんのボイスが入らないということは、初級編で、綾野編で俺がやったように、おやら様、おやら様、落ち着いてくださいなぁってやらなくちゃいけないと。本来の力を解放しようとしてくる僕を指して、使い魔のリンが声をかけてくる。綾野は追いかけてくるエル様から必死に逃げようとしてるんだにゃ。恐怖で桜状態の綾野ね、これ以上接触するのは逆に危険だと思いませんか。そう言われ僕は足を止めるここちょっと入っちゃってる。でもこんな暗い森の中まで来ちゃったら、綾野の身に何があるか。これ以上追いかけたもん、余計に奥に行ってしまいますにゃ。ここはひとまず落ち着いて、綾野お姉さんのことは後で探しましょう。後でって、それじゃあこんな暗い中に綾野を放置しておくつもり？僕にはそんなこと。幸い、ここには危にゃい動物などいません。先ほど渡されたチーズを見ると、避難できそうな場所も何個かあるみたいです。綾野のことですから大丈夫です。レスさんを取り戻したらきっとどこかに避難して、朝方にはみんなの元へ戻ってくるんだにゃ。そうだね、ごめん。では、みんなの元へ戻りましょう。うん。僕は戻らないで、この辺の避難できそうな場所を避難できそうな場所で一晩過ごすことにするよ。
朝一でこの辺りの捜索もしたいし。一体どういうストーリーなんだ？いきなり、ねえ、森の奥へ綾乃がなんかお化けの格好をしてたけど。それに、もしかしたら綾乃がいるかもしれない。戻らにゃいと心配されると思いますが、ねえ、なんか二次遭難の可能性あるよね。ああ、仕方にゃいですね。あ、そうしましょうか。リンのおかげで少し冷静さを取り戻した僕は、地図を見ながら近くの避難できそうな場所を探す。避難できそうな場所といえば、なんでちょっと怖い BGM になってきた。旧校舎、屋敷、小屋、社など、様々なものがあるようだ。大体ホラーだね。ここから一番近いのは旧校舎だった。ひとまずそこを目指してみることにした。怖ーい。なんかあの日暮らしのね、あれっぽいね。雰囲気が。綾乃がいるかもしれない。そんな淡い期待をしながら旧校舎に来てみたが、なんで夜の学校ってこんなに怖いんだろう。そんなことは言ってられない。勇気を振り絞って綾乃を探すため旧校舎へと足を進めた。ザザザ、靴がいっぱい入ってる、恐ろしい。え、ここはもう使われてない校舎、それとも一応使われてはいる校舎なの？使われてない校舎だったらこんなに靴が入ってるの、それ恐ろしい。そのね、背景素材だから仕方ないんだけども。そこを突っ込んじゃいけないと。こんなところに綾乃はいるんだろうか。そんなことを考えても仕方ない。片っ端から調べるしか。ガラガラガラ、失礼します。一通り探したが、結局綾乃はいなかった。綾乃は別の建物に避難していて朝を迎えるのだろう。きっとそうだ。そうであってほしい。少し寝ましょうにゃ。日が出てきたらすぐ出発できるように、今は少しでも休むべきなんだにゃ。うん、分かってるよ。だから保健室に来たんだし。総理に伝え、布団に入り潜り込んだ。眠れない？眠れるわけがない。まさかこんなことになるなんて。自分がしてしまったことへの後悔や苛立ち、たくさんの感情が入り混じる。最初は仲良くなれるか不安だったけど、綾乃のことを知れば知るほどいい子だって思った。これは追加続編だから、綾乃編をクリアした後っていうことなのかな、時系列的には。そしたら一応告白してね、ラーブが芽生えてるはずなんだけども。きつい性格なのかと思ったら、天真爛漫で無邪気で可愛くて、ウザピョンを抱いてる時や告白した時の笑顔も。あ、じゃあやっぱりあの後か。って何を考えてるんだ僕は。あれだね、綾乃編の最後に綾乃の眼球にチェストで奴隷のパンケーキみたいな、あの謎選択肢。難しい選択肢のところ、あれは楽しかったな。綾乃に会ったらちゃんと謝ろう。そうだ、ウザピョの駄菓子が最近出たらしいし、それをお詫びにプレゼントしよう。何その死亡フラグみたいな。それで許してもらえるかな。不思議と綾乃のことを考えているうちに少し気持ちが落ち着いた。この後僕はまだ夜も明けきらむうちに綾乃を探し旧校舎を飛び出した。一人で不安だろう、早く見つけ出してあげたい、そう思っていた。がダメ。え、何ここ、ホテルに戻ってきたのかな。なんだろう、修学旅行とかなんかそういう宿泊学習とかそういうのに行ってはぐれちゃったって感じかな。でも綾乃はどこにもいなかった。避難できそうな場所は全て探した。宿舎へ戻って確認もした。僕のせいだ。王様、剣道魔法使いましょうにゃ。そうか、時を遡って。本当はマーシャの子孫であるアヤノ、目が救いたくありませんでした。でもこんなに悲しんでるエル様の姿をもう見てられないんだにゃ。リン、ありがとう。今度は後悔しにゃいようにしてくださいね。
うん。こういうサスペンスものってさ、最初にその例えば人が死ぬシーンとかなんかね、衝撃的なところを出して、その後になんか時は遡りであったり、その別視点、主人公の視点でね、なんか話が進んだりっていう結構ある手法だよね。ぽい、すごくいい感じですね。ごめんね、あやの。次はこんなことにならないようにするよ、絶対に。剣道魔法発動なんだにゃーん。じゃんじゃじゃんじゃじゃーん。以上が今日の日程だ。きちんと確認して安全に楽しく真面目に行動することでは移動しましょう。これは朝のホームルームか。先生が今日行われる宿泊オリエンテーションの説明をし終わったところだ。いいよね、宿泊学習。なんか修学旅行よりちょっと楽しい感あるよね。そんなに移動できないけども、そのなんて言うんだろうね、ジャージでねなんかカレー作ったりね、うん、なんか散歩みたいなことしたりね、なんだろう、自然とより戯れるって感じかな。まあ戯れすぎてさっきみたいなことになったんでしょう。あれかな、肝試しでもしてたんかね。少し戻りすぎましたかな。まあプレイヤーにとってはね何が何だか状況がわからんので、こっからやり直してもらって構わないよ。ありがとう、プレイヤー的には大丈夫だよ。エル、聞いた？聞いた。すごいよね、高校の敷地内に宿泊オリエンテーション用の宿舎があるなんて。しかも山だよ、山。敷地内にあるんだって。あ、まだメニュー開けないのか。ちょっとまた音量バランスいろいろやりたいけども。あ、綾野、綾野、よかったよかった何のことじゃーっていう。思わず綾野の手を取りブンブンと上下させる。え、何、どうしたの。目の前にいる綾野を見て感情がこぼれてしまった。うん、ごめん、なんでもないんだ。うん、ちょっと悪い夢を見ちゃってさ。今度は絶対あんなことをしないから。あんた夢の中で私にどんなひどいことしたのよ一瞬ムッとした彼女だったが、すぐに顔を赤らめ、それよりエル、あそろそろって話してるね。キャッ、ああごめん。お互い無言でテレってなってんだろうな。なんだか急に恥ずかしくなり、少しの沈黙。それを破ったのは、ああユウいたんだいたんだってなんか存在を否定したかのような発言しちゃってごめん。いいところやのに悪いんやけど、一応団体行動せなあかんね。そろそろええかああごめんわわわはわわ、すぐ行くよ。おお、ヘレのせいで恥かいちゃったじゃない。敷地内すげえ、なんだっけ、ブリジッタ高校だっけ、学園だっけ、どっちだっけ。ごめんって、そろそろ許してほしいなーなんて。オリエンテーション用の宿舎まで徒歩で移動中、何度目かのお説教だ。じゃあ昨日新しく出たウザピオの駄菓子買ってくれたら許してあげるわ。あやのからその情報は聞いてたんだ。そんなことでいいの。駄菓子屋にある分全部でも買ってあげるよそんなにいらないわよ。どうする、20億本とかあったら駄菓子屋のおばあちゃんがツイッターで、すいません入荷しすぎちゃいました、半額でいいんで買ってくださいってねそういう買いすぎちゃいました買ってアピールしてると思う。ところでウザピョンの駄菓子ってどんな食べ物なの。うじゃいぼうっていうのなんか祈祷に使いそうだね。うじゃいぼう。うにゃいぼうはサラダとか明太子とかしょっぱい味が多かったけど、うじゃいぼうはいちごとかワインとか甘い味が多いみたいなの。それはスナック系なのかな、それともなんかゼリー状のやつかな。そうなんだ、確か海合棒にも海合棒すげえ言いづらいな。海合棒にも海合棒にも一つだけ甘いのあったよね、チョコ味だっけ。そうそう、海合棒の
のチョコ味ってすっごく美味しいから、きっとうざいもんもすっごく美味しいよね。期待を裏切りそう。パッケージには可愛いウザピョンのイラスト、中身は甘くて美味しいお菓子、想像するだけで幸せ。なんかステッカーとか入ってるかな。あ、でも駄菓子だとないかな。じゃあさ、宿泊オリエンテーションが終わったら一緒に買いに行こうよ。いいの？やったー、やったぜ。あ、でも宿泊オリエンテーション終わりなんて疲れちゃってるかな。ヘルってば、何言ってるのよ。ウザピョンのためならいつでもどこでも行くわよ。ん？今何でもって、あ、違うか何でもじゃなかった。それに、その、またエルとデートしたいし。ここでおもむろにマウスホイールを、あ、それでこのボタンを押すと。それに、その、またエルとデートしたいし。と何度でも言わせることができる。拍手しよう。拍手しよう。お礼画像なんかセットしてあるかな。あー、100回までしか、この RPG 集まるの、拍手機能、俺を見る、ポチ。どうやりん、前のままだ。ん？ん？ごめん、最後の方よく聞こえなかったんだけど。そんな言い方じゃねえと。本当に聞こえてなかったんだろうな。何も言ってないわよ、バカ。てか、エル、うざい棒は指にはめて食べるとか、また嘘ついたらどうなるか、わかってるでしょうね。いや、分かってるけど、あえて行こうぜ、そのまま。あんなに信じるとは思わなかったんだよ。友達の前ですごく恥ずかしい思いしたんだからね。ぷぷ。思い出しただけで腹が立ってきたわ。ごみん。やっぱり、駄菓子屋さんのうじゃえも、店にある分、全部買ってもらっちゃおうかな。今頃駄菓子屋のばあちゃんが、あ、40億本追加で発注したおーってやってるよ。それで許してもらえるなら。冗談よ冗談。買い占めちゃったら他の人が買えないでしょ。優しい。びっくりした。本気で怒ってるのかと思ったよ。ちょっとしたお返しよ、お返し。ぐぬぬ。やっぱり綾乃、笑ってる方が可愛いね。え？な、何をいきなり。チョロイン。エルたち何組だっけ ?23 組とかなんか、ね、結構な感じだったよね、確か。うん、そうだね。他のクラスの人とも仲良くなれたらいいな。一応攻略対象が、いるからね。その、このゲームの設定としてはね、全人類を脅さなきゃいけないから。話題をそらして分かりやすく照れるのはいつものことだ。そらした話に乗らずに褒め続けると本気で怒るので注意だ。他のクラスね。どんな人たちがいるのか全くわからないよね。顔もないモブだろうし、いろんな国出身の生徒がいて、クラスもこんなに多いと。あ、いろんな国出身、これもしかしてあんな辺の先のやつの伏線かな。あの、どっかに画像出てないかな。党会議の時にそのあんな辺のお披露目は、なんだろう、実況プレイみたいな感じ、ハピオワと、おじょぎりと、あと、マリアンヌさん。で、他いないよな。誰か言い忘れてるとかないよな。やったんだけど、その時に、その、今後のシナリオ、こんなのがあるよみたいな感じで、なんかインドっぽい女性が書かれてたのよ。アラビアというのか。そのことを言ってんのかな。僕は時間を戻して2度目だから、すでに40組との合同セッションは一度やっている。でも、ほとんど覚えていないというのが正直なところだ。見えてきたわよ。あそこにいるのは何組かしら。すごーい。敷地内すごーい。わーっと、たくさんいるね。さすがに全クラス一気にではないだろうけど、それにしても多いな。門が抜けてる。直しといて後で。見るかな。今日がオリエンテーションの実施日のクラス。今日がオリエンテーションの実施日のクラスは一度ここに集合らしい。全員集まった後、それぞれの場所に移動のようだ。200、いや、300人くらいいるかな。と見ていると、
後ろ凛。落ち着かない様子で凛は周りの生徒を見定めていく。凛、あ、これはあれかテレパシーか。凛、凛、何してるのさ。気になるからやめてよ。あのさ、ミは次のあの奴隷計画を候補を。それは僕が探すから。エル、まさかあんた可愛い女の子とか探してるんじゃないでしょうね。ギク。違うよ。生徒を見定めて動き回るリンを目で追っていたせいで、僕が可愛い子を探しているように綾乃には見えてしまったのだろう。じゃあ何をキョロキョロしてたのよ。ちょっとあの三眼のトレーニングしてたんですよ。あのオロチドッポがさ、あのハンマユージロ戦ってる時に、あのヒューって言って、あのギョロンギョロンってあのね三眼やってたじゃないですか。あれ覚えたら、そのいろんな方向から飛んでくる矢とかさ、撃ち落とせたりとかね、防御に役立つと思って、そのそうそう三眼を三眼のトレーニングをしてたんですよ。いやそれは。どうせエルは私みたいな可愛くない女より、あんなグラマーな可愛い女の子がいいでしょ。グラマーっていつの時代の語句ですか。ああ隣のクラスなんだアメリアって。ごめんごめん、インドの話じゃなくて、ごめん、アメリア編をやってないんだ俺すまぬ。綾乃が指さした女の子は背の高い金髪の女の子だった。なんだ、その海外出身の別のクラスの子ってのはアメリアのことか。なるほどね。確かにスタイルはいいし可愛いとは思うけど、で僕そっち向いてすらいないからね。じゃああっちの女の人。いやそうじゃなくて、別に女の人なんか見てないから。え、ざわざわ、あの神足くんってホモなのかしら、ざわざわって周りの人から噂されちゃう。本当？ホモです。うん、絶対ホモ。女の人のことなんてこれ間違いなく男見てますっていうのと同義に聞こえるぞ。女の人のことなんて微塵も見てない。あ、もちろん綾乃のことは見てるけどね。そうよ。エルは私だけ見てればそれでいいの。出れた。チョロイン。かわいい。ダメですよ、メアル様。世界中の人は愛の奴隷にするんですから。わかってるよ。それよりエル、立派な建物ね。こんなのが敷地内にあるなんて。殺人事件起きそう。あ、なんだ間違えた、右クリじゃなくてシフトボタンでか。セーブとかいろいろできる。これはあんな辺のセーブデータか。すごい綺麗だよね。そして BGM が。でも実は恐ろしい噂がこの宿舎にはあるんだ。へ僕が話を殴る。懐かしい。綾乃編の選択肢。は？どういうこと？間違えちゃったかな。君が何があっても殴る。そんなことしないわよ。楽しい。僕が綾乃を殴る。ダメでしょ。へえ、覚悟はできてるんでしょうね。返り討ちに遭う。怖い綾乃をする。は？どういうこと？キャエッティ。怖い話をする。守る。ほとんどあれかな、どういうことになるかな。怖い、何があっても殴る。狂気。ドン引き。まあ怖い話をするでしょうね。